皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日はですね、いつも業者目線からいろいろなことを語っておりましたが、この数ヶ月ですね、ご家族に接して、葬儀を行う上で、ご家族が心配されることとか、いろいろそういうご当家のですね、思いというものをちょっと5つに分けて、あくまでもこれは私の思いです。ちょっとお話をしてみたいと思います。今このチャンネルをですね、葬儀のことが気になって見られておられる方、少しでも参考になるように、このチャンネルは広島の家族葬及び広島の葬儀を中心にですね、この株式会社秋総裁、あくまでも私の視点からですね、語っておるチャンネルでございます。葬儀を行う上で家族の人が心配されること、そして家族の人のいろんな思い、葬儀の打ち合わせとかですね、事前に連絡があった時、いろいろご家族によって思いが違うんですね。で、要約すると基本的には皆さんやっぱり悩んでおられることというのは大体同じようなことにはなるんですけども、しかしその家その家によってですね、例えば葬儀の費用とか、いろいろ葬儀なくなった場合どうしたらいいんですかということを聞かれた時、それぞれの方がですね、やはり置かれとる病状の状況によっては違うと思うんですね。そういうことで今日はですね、本当家族の方と話しようって感じたこと5つのこと、まず1つがですね、できればなくなってほしくないという、この思いというのはどのご家族も強いと思うんですね。で、本当は病状でね、中には痛み、それと本人が苦しんでおる、もう何遍もね、病院を出たり入ったりの繰り返しでもう満身創痍でおる、こういった場合に楽になってもらった方がいいんかなということも頭をよぎりながらもですね、やっぱり家族の方、これ誰でも共通しとると思うんですが、やっぱりそうなんですね、もう亡くなってほしいない、できれば元気になってほしい、この思いが強い中で、そうか言うてお医者さんから日々一刻病状が悪くなっておりますよ言われたら、やっぱり葬儀のことを考えなきゃいけんから亡くなるいう前提でものを考えなきゃいけんのかという葛藤の中でですね、毎日がもう携帯電話が話せんとか、電話が鳴ったらドキッとするとか、もうそういうことの繰り返しじゃないか思うんです。実際私も父親がですね、母親の場合は、施設の方入っておりましたが、父親の場合がもう緩和ケア行くところってですね、もう連絡が頻繁に妹からもう入り出すとですね、もう仕事が手に取れんようになるぐらいもうイライラしとったです。で、夜中に呼び出しがあったりですね、そうするともう分かっとるんです、自分じゃもうダメじゃ今でも、なかなかそこは親子の感情いうのはですね、できれば親には名護生きてほしいとかやっぱ思うんですね。で、2番目にですね、それでも人間の命は耐えていくということを、これは分かっとってもなかなか理解ができんという、そういうことが非常に多いじゃろうと思います。実際このチャンネルをね、今から葬儀をしよういうことで、いろんな葬儀屋さんの YouTube のチャンネルありますけど、やっぱりそういう見られてる方いうのは、葬儀も考えるんじゃけど、本当はこういうチャンネルなんか見とうないはずなんですよ。ほいじゃけども、人間いうのはもうしょうがないよの、やっぱり亡くなるんよのいうことも考えて、いざ言った時に慌てちゃいけんから、葬儀の知識を得ようと、昔はもうこういう YouTube とかホームページとか、そういう葬儀の情報ってなかったんですね、ほとんど。で、本当葬儀業者にはですね、情報発信しとっても新聞のチラシとか、本当それぐらいしか手がなくて、あと NTT のタウンページとか、そういうことでちょっとでも言うても枠の関係があるんで、こういう YouTube のように自由に発言することがなかなかできんかったんです。で、なかなかもう本当そういう意味では、ご家族の方も葬儀業者を頼るいたら、 NTT のタウンページをめくってですね、自宅の近くにある業者にちょっと相談してみようような感じで、そういうふうに人間の命が耐えていくという葛藤の中でですね、いろいろあった思うんですね。で、私も葬儀業者だからある程度心構えできたんですけど、そうでなかったらやっぱり葬儀屋さん頼っとった思うんです。そうせんとどうやっていいかわからんと、ましてやどこへ頼んでいいか、やっぱりそういう意味ではですね、ご助会の掛け金は非常に大きいんですね。そういう意味でご助会にかけておる、ご助会にかけておるから安心を言われたらですね、ある意味ご助会が追加料金で以前もタコついたいうのは分かっとってもですね、やっぱりご助会に頼んでいかれる方が多いというのは、やっぱりそういうご助会の掛け金が非常に大きなキーワードを握っとんじゃろうというのがですね、改めてこういう話をしようと思って考えよったら、やっぱり思うんですね。
で、未来永劫人間の命はね続くわけじゃないんだけど、そこはみんな分かっとるんです。でも最後はなくなっていく。その中で分かっとってもなかなか気持ちを切り替えるのはですね非常に難しい。でもなくなりましたいうことになると3番目なんですが、亡くなってから葬儀に入るまでの時間です。この亡くなったいうことになると、さっきまでやっぱり息のあった命のあった方が亡くなったという現実をですね知ることによって、家族の人は亡くなった準備に入らなきゃいけないわけです。この時もう事前に葬儀業者を決めておる方はそこの葬儀屋さんに電話したり、で先ほど言いました互助会に入っておれば、ああ互助会会員になっとるから言うてですね互助会に行かれる方、それとお寺さんと懇意にされとって事前にですねお寺さんに相談を入れとって方、もしもの時どうしたらいいですか。結構宗教者お寺さんの紹介いうのはですね非常に家の方も安心されるんですね。やっぱりお寺さんが紹介される業者ならまず間違いないじゃろう、これが一番なんです。その分お寺さんもですね本当はそういう業者を紹介したいけど、何かあった時にうちは責任取れんから言って、うちは葬儀屋さんの紹介は一切しませんという、そういう方もおられるんですが、うちは数か寺のお寺さんからやはり何かあったらお宅に言うから、やっぱりうちの檀家さんきちっとしてください、皆さん共通しとるんです。そういうふうにですね葬儀屋さんを選ばねえけん時間に入るわけです。でその時の葬儀者選びというのがですね意外とご家族の方にどういうんですか、ご助会に入っておるから言って行ったけども、意外とこういうふうに過去動画でねご助会の動画は私話しましたけど、そういうことになることもあるし、で全く分からん状態でやみくもにその病院の寝圧とか待合所からですね葬儀業者にちょっと聞くんだけどお宅何分ぐらいかかるんだろうかいうふうにですね急にもう葬儀に準備が葬儀の準備をされとらんかった、で葬儀屋さんの当てがない方、そういう方が結構病院で慌ててんですね。で意外とその病院で慌てる方がいいがに行っとるか行っとらんかいな微妙なところがあるんです。その時の葬儀業者の対応じゃろう思うんですね。しかしながら今はほとんどが金額ありきのような感じで、お宅はなんぼやなんぼやと、じゃああと電話します言うてかかって今度こう見ると、ほとんどの方がやっぱり金額が非常に気になっとってんじゃ思うんですね。そういう意味ではやっぱり葬儀業者と事前に相談されてある程度自分の中で納得しとる、追加費用がどのぐらいかかるのか、やっぱりうちなんかはそういうところのね追加費用でトラブルになっちゃいけんので、そこの説明だけは家族の人にこういうケースの場合はこれお金いりますよということは事前に申して、そこで家族の人がうちでやるか他がやっぱりいいというふうにですねそこで判断やっぱりする時間というのがこの既得の状況の中に、やっぱりお医者さんが事前にもうそろそろね本当葬儀の準備入ってた方がいいですよというお医者さんもおられるんです。葬前といざ行った時慌てますよと、ほとんどの家族の人が葬儀屋さんどこの紹介で慌てて病院の方にね葬儀屋さんどっか紹介できんしてくださいと言われるんだけども、うちの病院の方は葬儀屋さんの紹介はしとりませんと、あくまでも家族の人に探してもらうとるから、これが一覧になっとるからこの中でね葬儀屋さん当たってみてくれというふうに言われるんですね。でそういうふうにやっぱり亡くなってから葬儀に入る前の時間というのは緊急性を要するんです。病気の方はまだねある程度どういうかな覚悟はできとるけども、自殺とか交通事故でやっぱりそういう突然亡くなったある日朝起きてみたら亡くなっとった、こういう場合はもう全くの予測ができとらんので、非常に大変じゃろう思います。でもその中でもやっぱり葬儀をせんといけん、たとえ直葬であろうが、家族葬であろうが葬儀という形を取らんといけん、よって葬儀屋さんを決めんといけん、自分で何もかもできるわけじゃないです。いろいろ葬儀のはね細かいやっぱりルール、そして手続き法律も噛んできます。そういう意味ではやっぱり今 DIY んですか、そういう自分でできる葬儀とか言ってありますけど、これは非常に難しいじゃろう思います。そういうことでですね亡くなってから葬儀に入るまでの時間、これはですねご家族によって葬儀者選びこれいろいろ大変でしょうけども、どうしてもやらなきゃいけないことですんで、ここのところはよう頭を入れとっていただきたいなと思いました。次に4番目がですね葬儀者に対しての思いというのはですね、これは葬儀者と実際依頼を葬儀者にして葬儀者の会館なり自宅なりに搬送してもらった後、葬儀者と打ち合わせ入るわけです。そこでやっぱりいろいろね業者によってやっぱりこれ違います。
やっぱり業者によっては、先ほどご助会の追加料金言いましたが、やっぱりそういうふうにちょっとずつこういうものどうでしょうかどうでしょうかって金額が釣り上がっていく場合、実際うちもですね、いろんな葬儀に関するものをお客さんに見てもらうんです。見てもらった中で、これはこういう意味で、お宅は必要ですか、私は本来必要ない思うんだけども、ご家族によってはいや、やっぱりやってくれと、そういう中で多いのが湯管とかですね、個人をやっぱりきれいにしてほしいと、病院ではきれいに一応してもらったが、化粧してほしい、髪を整えてほしい、やっぱりいろんなことがあります。そういったことはご家族の方がやっぱりどうされますか言った時に、これはぜひやってくれと、あの祭壇とかね、そういうものはあんまりお金をかけんでもいいんだけども、この分とか、それとかやっぱり棺桶1個にしても骨壺1つにしても、やっぱりご家族の方はこだわれる方がおられるんで、一応葬儀に関するものは一つ一つ見ていただいて、それには全部値段がついております。それでご家族の方に判断してもらう。でやっぱりあのそこはね、あのいろんな説明をやっぱり必要だと思うし、ご家族の方はそこでこれは本当必要なんですかとか、なんでこういうものを使うんですかとか、やっぱり分からんことは葬儀業者にしっかり聞かれた方がいいと思います。そして自分で納得したものを、ああこれが8000円するんですか、これが5万円するんですか、これは10万円なんですかいうことでですね、あそれでもうちはやってもらおう、そういうことであれば私もそう思いよったというふうにですね、葬儀者に対しての話し合いをしてもらえば、ある程度そこのところが、まあ、葬儀者に対しての思いというかですね、あのご家族の受け取る印象じゃなかろうかと思います。最後に5番目はですね、葬儀者の良し悪しは家族にとって大切なのかという話をしたいと思います。これで終わりにしたいと思うんですが、これはどういうことかというとですね、葬儀が終わった後、いろんな感情が家族の方があると思います。例えばですね、どれだけこちらが一生懸命やった、私らの方がですね、ここまで家族の人に気配りしてあげた、思うてもですね、家族の人によってはそれを何も感じない人、それをありがたいと思う人、それをありがた迷惑と思う人、いろいろあるじゃろうもんです。まあこの葬儀屋さんはいらんことまで、あじゃあこうじゃ言うてね、うちなん私なんか特にそうって思われてるかもわからんです。おいじゃけども、やっぱりあの葬儀者が、あの葬儀が終わった後、この良し悪しの判断は私は何か言うとですね、やっぱり私の携帯とか会社の方にですね、その担当した人間のところへ直接、やっぱり四十九日とかで葬儀が終わった後の手続きで、ちょっとこういうことでちょっと聞いたんじゃけど、役所の人とかね、いろいろとこへ問い合わせたんじゃけど、ちょっと意味がよくわからんじゃけど、葬儀屋さんこれどういうことじゃろうかと。でそれと1年経って、やっぱり三回忌が来た、2年経っていつまでもこう連絡がある場合、やっぱりこういった方はですね、ある程度、あのこれどこの葬儀屋さんもそうじゃ思いますが、その葬儀者に対してやっぱり良いという判断で、この人は信用できるという、ある意味葬儀業者として、あの合格のラベルを貼られたいというふうに私は解釈してもいいんじゃないかと思います。うちなんかでもやっぱり、あのこれどこの葬儀屋さんでもあるだろうと思うんですが、やっぱりあの誰々さんおってですかってお客さんから電話があるんですね。でもう今から十何年前お世話になったんだけど、またちょっと父親の方の容態が悪くなって、でちょっとその人に養子もろたから、お願いしたいんだという電話があります。中にはうちの社員がですね、その退職しとる場合があるんです。改めてそういった場合にですね、あのそういう社員がね、一生懸命お客さん尽くしてくれたんじゃないという評価だと思うとですね、私口うるそうにね、お客さんにね、とにかく良し悪しはね、家族にとってすごい重要なんじゃから、とにかく家族のため一生懸命やれよということを口すっぽうね、いらんことよう言うとりましたが、実はうちの社員は歴代社員を見るとやっぱり一生懸命やってくれたんじゃのと思いました。それはあの本人の携帯電話したら繋がらんかったんで、会社の方に電話してきましたということでですね、やっぱり連絡が入った時に、やっぱりあの、あやっぱりね、あのみんな一生懸命やってくれたんじゃのというふうに、うちの会社は小さいながらも、やっぱりそういうふうにみんなが頑張ったことによって、お客さんが困った時に助けてくれたという評価をね、してくれちゃったんじゃ思うんです。そういう意味では、葬儀者の良し悪しは家族にとって大切なのかということになると、私は非常に葬儀者にとって大切なことじゃろうと思っております。ということでですね、今日も長々とお話をしましたが、こういった形でですね、いろんなことを皆さんに、お届けしてまいるのが、広島の家族葬・秋葬祭葬祭チャンネルでございます。
もしわからないことがありましたら、質問、概要欄にですね、LINE のアドレスをつけております。そこの方に質問いただいても結構です。お問い合わせ、いつでもなさってください。今日はありがとうございました。できればチャンネル登録よろしくお願いします。以上でございます。